サーマートパイアクアルンは、タイの元ムエタイ選手、元プロボクサー、元 WBC 世界、スーパーバンタム級王者、ムエタイ、ボクシング合わせて五冠王。現役引退後はタイで、ムエタイのインストラクターをしている。サーマートとはタイ語で添付の際という意味であり、パイアックは、トラという意味である。ムエタイの芸術とも評された。兄の影響で、11歳でムエタイを始めた。 ルンピニー・スタジアムで、1980年のミニマム級、ライトフライ級、1981年のスーパーフライ級、フェザー級と4階級の王者となった。1982年8月24日、プロボクシングデビュー。1986年1月18日、WBC 世界スーパーバンタム級王者、ルペピントールに挑戦し、5回小勝ちで王座を獲得した。 1986年12月10日、元同級王者ファンメサと対戦し、12回 TKO 勝ちで初防衛に成功した。1987年5月8日、当時の IBF 世界バンタム級王者であったジェフ・フェネックと対戦し、4回小負けで王座から陥落した。1988年2月27日にボクシングの試合を最後にリングを離れた。 1993年4月、日本で、ニーツ・マサトシとキックボクシングルールで対戦し、二度のダウンを奪って判定勝ち。1993年8月8日5年後、か月ぶりにボクシングに復帰。1994年9月11日、WBA 世界フェザー級王ジャエロイロハスに挑戦し、8回 TKO 負けで2回級戦はならず。ありがとうございます。